萩本光武は元ラグビー日本代表監督。2020年4月より関西ラグビーフットボール協会会長。小学校4年からラグビーを始める。兵庫県法徳学園高校同志社大学。大学4年時に大学選手権優勝。1982年神戸製功に入社。同社ラグビー部に所属し、チームの日本一に貢献した。 1987年第1回ラグビー W 杯日本代表。1991年度より入社した堀越正美の加入により、それ以降は控えに回ってチームを支えた。1998年度部ブヘッドコーチに就任。1998年度日本選手権準優勝。2002年には女子日本代表ヘッドコーチとしてワールドカップに導く。 2004年より2005年まで日本代表監督。その後、U-19 日本代表監督、NTT ドコモ関西監督を経て、2009年に女子日本代表ヘッドコーチに再任。2019年3月31日から9月26日まで、中華台北ラグビーフットボール協会ハイパフォーマンス、ディレクターを務める。2020年4月より、 関西ラグビーフットボール協会会長に就任。萩本光武市中華、台北ラグビーフットボール協会ハイパフォーマンス、ディレクターに、就任のお知らせ、日本ラグビーフットボール協会、関西ラグビー協会、萩本光武新会長就任を発表。幽体の坂田義弘前会長は顧問に引く、スポーツ報知2020年4月17日配信記事。 ありがとうございます。